レオポルト一世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、オーストリア大公、ボヘミア王、ハンガリー王、ハプスブルク家の皇帝で、フェルディナント三世と皇后で、スペイン王フェリペ三世の娘、マリア,アンナの成人した二番目の息子。優れた作曲家でもあり、バロック大帝とも呼ばれた。治世中は三十年戦争で衰退した領土を受け継ぎ、 全世紀のフランスとオスマン帝国に圧迫されて苦戦を強いられたが、やがてオスマン帝国からハンガリートランシルバニアを奪取して東に領土を拡大、ハプスブルク家の大国復興の足がかりを築いた。また、ジギスムンとフランツ大公からチロルを相続した。1640年、ウィーンで誕生した。聖職者になるべく教育を施されたが、1654年、 父ミカドの後継者に決められていた兄のローマ王、フェルディナント4世が父に先立って死去したため、新たに後継者となる。1655年にハンガリー王に即位し、父が死去した1657年にボヘミア王に即位した。しかし、定位はそのまま継承されず1年余り空位となり、フランス王類14世の最小マザランが、バイエルン戦抵抗。 フェルディナント・マリアを皇帝に擁立しようとしたが、他の選定校たちの反対にあって、失敗、翌1658年に、レオポルトが定位を継承している。しかし、レオポルト一世もすんなりと定位についたわけではなく、選定校たちに莫大な金を支払い、スペインとの協力を断念するなど制約が設けられた。上、ライン側方面に集まる諸公が、フランスの援助で、 ライン同盟を結成、ケルン選定校、マインツ選定校、トリーア選定校ら生属諸校や、ヘッセン・カッセル・ホーハク、ブランデンブルク選定校、プファルツ選定校など有力諸校も加わり、ライン側のハプスブルク領が分断され、フランスのライン側への進出が容易になり苦しい状況に追い込まれた。ただし、ライン同盟自体は1667年に、 内部分裂から消滅している。折しも東のトランシルバニア公国では、ラーコーチジェルジュ2世が、ポーランドリトアニア共和国の内戦に攻め入りながら、失敗、責任を問われ、オスマン帝国に配位される事態が発生した。トランシルバニアは、オスマン帝国を宗主としていたが、ハプスブルク家とオスマン帝国は、トランシルバニアを含むハンガリーをめぐって争っていた、ため、 トランシルバニアの内紛が両者の衝突につながる可能性があった。各してレオポルト一世は知性を通してフランスとオスマン帝国の対策に追われることになる。1660年、ラーコーツジェルジ二世がオスマン帝国軍に敗死、バルチャヤーコ州がオスマン帝国に擁立され、ラーコーツジェルジ二世の側近ケメーニアーのュも トランシルバニア港を名乗り、互いに対立していった。1661年、レオポルト一世は、将軍ライモンド・モンテクッコリをハンガリーに送ったが、ケメニヤーノ氏は1662年に戦死したため、オスマン帝国側のアパフィミハー一世が即位した。オスマン帝国のハンガリー侵攻は続けられ、1663年のレーゲンスブルク帝国議会で、 レオポルト一世は諸侯を招集して援助を受け取り、ハンガリーのモンテクッコリに送った。1664年にセントゴットハールドの戦いで、モンテクッコリはオスマン帝国軍に勝利したが、オーストリアはフランスとの内紛も抱えていたため反撃に出ることなく、和睦、バシュバールの和役を結んで、オスマン帝国に大幅な有利な条件で20年にわたり休戦した。これが、 ハンガリーの親ハプスブルク派貴族を憤慨させ、ハプスブルク家とオスマン帝国からの独立を考えるようになった。1668年にルイ14世とスペイン分割条約を結び、おいで母方のいとこにもあたるカルロス2世いなき後のスペイン領の配分を取り決めた。しかし、ルイ14世がオランダ侵略戦争を起こすと、 他の帝国諸侯と共に反フランスに立って参戦している。また、1670年に、ロレーヌ公国をフランスに奪われた、シャルル4世を保護して軍人に取り立て、死後はその老いのシャルル5世も、軍人として登用、後に、イボイモーとエレオノーレと結婚させている。トランシルバニアでは1670年に、反ハプスブルク派による、ベッシェレーニ陰謀が露見、厳罰に処した。 レオポルト一世はこれを機に、ハンガリーに絶対主義神道を図り、副王職の廃止と、ハンガリー下界の停止、宗教統一を図って、プロテスタント弾圧政策を実施したが、あまりに残酷な処置を取ったため、ハンガリー貴族は一斉に反抗運動を起こし、フランスとオスマン帝国の援助を受けて、テケリームレが1678年に反乱を起こして、ハンガリーをほとんど制圧した。 1679年にウィーンにペストが流行した影響もあって、レオポルト一世は1681年にハンガリー議会を開き、絶対主義政策を撤回、福王の復活とプロテスタント弾圧の中止と寛容政策を取ることを約束した。反乱側もレオポルト一世と和睦したが、テケリは妥協せず反抗を続けた。1682年から再び、 オスマン帝国の侵攻を受け、翌1683年にはテケリラと手を結んだオスマン帝国によってウィーンを包囲されるに至った。レオポルト一世はウィーンから脱出してパッサンウェイドをドイツ諸行へ救援を呼びかけ、ポーランドオーヤン三世、ロレーヌコシャルル五世、バイエルン先帝公、マクシミリアン二世、ザクセン先帝公、ヨハンゲオルク三世、バーデン編教博、 ルートビヒビルヘルムなどの軍事的支援の結果、撃退させることに成功した。この戦いは、オスマン帝国の衰退を意味すると同時に、一国だけでは、侵攻を撃退させることができないほどのオーストリアの弱体ぶりを露呈させてしまう事態となったが、東へ反撃に打って出る後期でもあった。ウィーン解放から攻勢に出たレオポルト一世は、1684年に、 ポーランドベネツィアと申請同盟を締結、ロレーヌコシャルル5世を指揮官としてドナウ川に沿ってハンガリー遠征を観光した。遠征軍は順調に成果を上げ、1686年にブダを落としてハンガリーの大部分を制圧、1687年のモハーチの戦いでオスマン帝国に勝利してからトランシルバニアにも介入した。アパフィ・ミハー・イース世は、 ハプスブルク家と協定を結び、あくまで反抗したテケリは味方が遠征軍に寝返ったため没落、オスマン帝国の援助なしに活動できなくなった。レオポルト一世は1687年にブラチスラバでハンガリー議会を召集。前回とは、打って変わって皇帝側が大きく権力を伸ばし、貴族の権利承認と引き換えに男子世襲の承認。 貴族のの放棄長男ヨーゼフ一世のハンガリーを即位を認められた翌1688年に、ハンガリーに改革委員会を設置、行政、司法の整備と上級貴族への課税を行った。トランシルバニアにも変更を加え、1691年に、信仰の自由、国政の保障と引き換えに、トランシルバニアを事実上領有、翌1692年に、 トランシルバニア公アパフィミハーイ二世から統治権を譲らせ、六百九十八年に、東方天霊カトリック教会を設立して宗教にも、介入、ドナウ川流域を中心とする帝国の誕生に、つなげた。東欧で遠征を進めている最中、ルイ十四世がドイツに出兵して、大同盟戦争が勃発、イングランド王権オランダ総督ウィリアム三世及び、帝国諸公と共に、 アウクスブルク同盟を結んで、ルイ14世と戦った。この際、遠征軍の大部分をドイツ・イタリアへ回したため、ハンガリー戦線は停滞した。1696年に、イタリアで、サボヤ港、ビットーリオ・アメデオ2世がフランスと交和して離脱、共に忠実に同意したため同盟は終戦に向かい、1697年のレースウェイク条約締結につながった。 イタリアから解放されたため、イタリア方面軍をハンガリー戦線へ送り、プリンツオイゲンが前他の戦いで大勝利を飾ったため1699年にカルロビッツ条約を結び、オスマン帝国からハンガリー王国の大部分を奪回することに成功した。これによって、ハプスブルク家は18世紀を目前にして大国復興の足がかりを築くことができたのである。また、 ポーランド王ヤン三世が死去した際、ザクセン先帝公、フリードリヒアウグスト一世を国王選挙で支援、次の国王に即位させて、ポーランドにも影響を及ぼした。大同盟戦争終結後、ヨーロッパは、スペイン王カルロスに世死後のスペイン領土の行方に関して交渉を重ねていた。レオポルト一世とレイ十四世は共に、スペインハプスブルク家の血を引いていて、 カルロス2世の姉と結婚していたため、カルロス2世とはいとこであり、義兄でもあった。しかし、どちらか一方がスペインを継承するとアメリカまで広がる巨大帝国が誕生する事態になるため、後継者は両者の息子か孫に絞られた。ルイ14世は孫の安住公フィリップを候補に掲げ、レオポルト1世は次男のカールを擁立した。レオポルト1世の娘、 マリア・アントニアとバイエルン選定校、マクシミリアン2世の長男ヨーゼフ・フェルディナントが当初の候補であったが、溶接したため話は立ち消えになった。カルロス2世は、スペイン領の分割を拒否して、スペイン領すべてをフィリップに譲る遺書を書いて1700年に死去し、スペインハプスブルク家は断絶した。 諸国はフランスに反感を抱き、レオポルト一世はカールを新たなスペイン王として擁立しようと、イングランド・オランダと手を結んで、ルイ14世と、再び敵対した。しかし、オイゲンを派遣したイタリア戦線は苦戦した上、1702年に、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世が離反して、フランス軍と合流、ハンガリーでも、フランスの援助で、ラーコーツ・イフェレンツ二世が、 独立戦争を起こし、オーストリアは東西に挟み撃ちを受ける形となった。危機的状況に追い込まれたレオポルト一世は、イタリアからウィーンに出向いたオイゲンを、軍事委員会総裁に任命して、軍の全権を掌握させ、合わせて、イングランド軍の総司令官マールバラコー、ジョン・チャーチルに救援を要請した。承諾したマールバラコーは、1704年に、 オランダからドイツまで4 0 0トルの長距離航軍を成し遂げ、オイゲンと合流、ブレンハイムの戦いで、フランスバイエルン連合軍に対象して、バイエルンを占領し、ドナウ川戦線を消滅させた。西の脅威は去り、東の反乱も、フランスとの連携を取れなくなったため、ひとまず危機を脱した。1705年、戦争の最中に64歳で死去した。遺体は、 ウィーンのカップツイーナーの骨堂に埋葬された。テイとボヘミア王位は、ヨーゼフ一世が継承。カールはスペインで、フェリペ五世と戦ったが、苦戦続きで、1711年にヨーゼフ一世が創生した後に皇帝となり、スペイン王位を断念した。スペイン継承戦争を通して、ハプスブルク家はスペインを失ったが、東欧で勢力を伸ばした国に成長していった。レオポルト一世は、 当初は、聖職者としての人生を歩むことが予定されたため、高度な教育を施され、音楽に対する造形の深さはこの時の教育による、ものである。学問と芸術をこよなく愛する文人皇帝であり、平和愛好家でありながら、皮肉にも、知性の大半は、戦争に終始翻弄されることとなった。皇帝でありながら、自らの生活は質素で、日夜を通じて、 精力的に政務に励んだ。敬虔なカトリック教徒だったが、それがハンガリーで実施した不寛容政策につながった。また君主としての心構えがないまま即位したこともあり、しばしば優柔不断な態度をとることもあった。レオポルト一世は積極的な外政によってオスマン帝国から多くの領土を奪還し、カール五世以降衰退の一途をたどっていたハプスブルク帝国を 再び大国の地位へと引き戻した。しかし、レオポルト一世本人が神聖に赴くことはほとんどなく、実際には、エルンストリガーフォン・シュターレンベルク、ライモンド・モンデク・コーリ、ロレーヌ・コー・シャルル・5世、プリンツ・オイゲンといった名称たちの活躍での功によるところが大きい。特に、フランス出身であったオイゲンの軍事的才能を見抜き徴用したことは、 ハプスブルク帝国最高への大きな原動力となった。しかも、レオポルト一世はその功績に報い、彼らを交流した。レオポルト一世に仕えた者の,の多くが非常な忠誠心を抱いたという、優れた文化人であり、オーストリアはレオポルト一世の知性の下で文化的に大いなる発展を遂げた。レオポルト一世は作曲も行い、教会音楽にとどまらず、 バレエ音楽にまで作品を残している。アントニオ・ベルターリ、ジョバンニ・バッティスタ・ボノンチーニ、ヨハン・カスパール・ケルル、ヨハン・ヨーゼフ・フックス、ヨハン・ハインリヒ・シュメルザーのパトロンとしても活動。ウィーンは音楽の都として発展していった。1666年に最初の妻・マルガレーテとの結婚式では壮大なパレード、花火大会を観光、オペラ上演や豪華な展示物も催され、 翌1667年に開かれたオペラで、マルガレーテも共に主演を飾った。この一大イベントは、バロック文化の池を飾った行事として、語り草になった。諸公への借位、大い授与を行い、帝国の両方君主であるカレンベルク公、エルンスト・アウグストに、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定公くらいを授けたり、プロイ選公を兼ねていたブランデンブルク選定公、フリードリヒ三世に、 プロイセンの王の称号を認めるなど、後のハノーファー王国とプロイセン王国の成立にも関わっている。特にプロイセンは諸侯の中でも著しく台頭。後にオーストリアと並ぶドイツの二大勢力に成長した。大トルコ戦争の勝利から領土拡大を果たしたが、なおも貴族と教会の権力が強く、絶対君主制からほど遠い状況にあった。 ハンガリー・とランシルバニアにしても妥協から変革は成し遂げられず、君主権がほとんど及ばない国家になっていて、ヨーゼフ一世、カール六世も手をつけず現状維持に努めたため、国政改革でハプスブルク領が一体化に近づくには、孫娘、マリア・テレジアの時代まで待たなければならなかった。レオポルト一世は、優れた作曲家でもあり、生涯に353曲の楽曲を作曲をした。 作品のうち217曲は、教会音楽で、常に、宮廷で演奏されていた。また、宮廷楽長、アントニオ・ドラーギの作曲したオペラ曲のうち、何曲かは、レオポルト一世の手によるものと推定されている。系譜の中に、複数の祝鉄根が含まれている。カール二世ヒマリア・アンナは、バイエルン公・アルブレヒト・モセイと、カール二世の姉、アンナの間の娘であり、 おじとめへの結婚である。アルブレヒト5世の子で、と兄弟。皇帝マクシミリアン2世と、フェリペ2世の妹、マリアの子であり、おじとめへの結婚である。兄にフェリペ4世、姉に、フランス王類13世、ヒアンヌ・ドットリッシュがいる。レオポルト1世とエレオノーレの結婚3度、結婚しているが、多くの子供が溶接している。ありがとうございます。